和明倉山は埼玉県秩父市にある標高2036メートルの山で奥秩父の山の一つ。別名白石山。国土地院の地形図には白石山とあるが、和明倉山が古くからの秩父側の故障である。日本200名山に選定されている。四方に谷を刻んだ巨大な山体が特徴的である。かつては、 奥秩父の秘宝としてその原生林の美しさが称えられたが、戦前に山林の権利が大滝村に移った後、1950から60年代の森林伐採と山火事で山域の荒廃が進んだ。かつて微林を誇った米津賀の原生林は、大滝村の海抜と伐採事業に伴う火災によりほぼそのすべてが失われており、尾根筋の大半は、 平凡な唐松の植林と鈴竹の密やぶに覆われている。過労うじて伐採を免れた県境付近では、尺投げの群落が見られる。登山について、かつては登山道がはっきりせず、暗い樹林帯が多い難路で、山中でテントパックする準備ができ、やぶこぎに耐える覚悟と体力を持ち、地図と磁石で深度を決められる技術を持つ者以外には、危険な、秘宝と見られていたが、 最近は登山道の開発が次第に進んできた。現在では一般ルートを取る限り、点突破区も必要でなく、特に難しい山ではない。一般ルートは山梨県側から取り付き、証原峠からの往復である。証原小屋から山頂往復でおよそ8から9時間かかる。埼玉県側からは、秩父湖からの二世をね、川又からの昼飯をね、 雲取林道からの千場をね、並びに行った子や、おねルートが存在する。しかし、いずれも、積極的に、一般登山道として整備されていない難路であり、登山経験者以外、安易に踏み込むべきでない。過去に、山岳遭難の死亡事故も起こっており、自己責任での行動が求められる。とはいえ最近は、埼玉県側のルートを取る登山者が増えている。二世おねルートなどでは、 透析がかなり明確になり、一部で笹や部が借り払われ赤テープや、銅票も設けられるようになってきた。新田小屋ルートの下部、雲取林道の一般車が入れる終点であるサメ、沢橋から約 5km の大洞橋から新田小屋の頭までは、埼玉県の NPO、100年の森づくりの会によって、作業道が整備され、一般登山者でも通行できる状態となっている。 しかし山頂までは、笹やぶに覆われて透析が不明瞭な部分もある。いずれのルートを取るにせよ、ルートファインディングの経験を要し、地形図や GPS などが必定である。ありがとうございます。